er 緊急救命室 er 緊急救命室 er 緊急救命室現代 er はアメリカ合衆国の NBC で放送されたテレビドラマシリーズ1994年9月9日から2009年4月2日にかけて331エピソードが放送された日本では NHK で1996年4月1日から2011年3月10日にかけて BS2 で放送された。日本では、ダラ TV、スーパー。ドラマ TV、ワウワウプライム、D ライフにて再放送されている。マイケル・クライトンが医学生だった頃のエピソードを綴った作品、5人のカルテ、早川文庫が原作。シカゴにある、クック郡病院。テレビドラマでは、カウンティ総合病院の救急救命室エマージェンシー、ルーム、略称。 ER で働く医師や看護師たちの日常をリアルに描いたドラマである。ドラマは、ジョン・カーター、若き日のクライトンがモデルと言われているが、本人は否定しているの、病院実習、ER 実習の、第1日目の出来事から始まる。番組の冒頭と最後に流れる曲は、テーマフロム ER、日本語名、ER のテーマ作曲、ジェームズ・ニュートン・ハーワードである。 5人のカルテを映画化するために原作者、クライトン並びに友人のスティーブン・スピルバーグがこの作品について打ち合わせをしていた時、クライトンはその当時執筆していたジュラシック・パークのエピソードを話してしまい、スピルバーグの興味はそちらに移ってしまった。一旦 ER はお蔵入りとなったが、その後ワーナー・ブラザースが掘り起こし、テレビドラマとしてスタートさせた。 本国アメリカではシーズン15まで放送された。決して広くはない診療室で撮影しなくてはならず、スティリカムが威力を発揮している。第1話の撮影は廃員となった病院をスタジオ代わりに撮影しており、それ以降はスタジオにセットを再現して撮影した。シリーズ展開ではプロデューサーとしてザ・ホワイトハウスと同じジョン・ウェルズが参加していることもあって、 アフリカのコンゴにおける貧困や紛争などをリアルに描いたり、アメリカにおける麻薬や銃問題などが提起して、あったりなど視聴者に問いかける一面もある。緊迫した場面の合間にコミカルなエピソードを挟むのもザ・ホワイトハウスと共通している。出演俳優が次々と交換していくことで有名だった。ジョージ・クルーニーはハリウッドでの映画撮影の仕事へ専念したいという。 理由で交板し、アンソニー・エドワーズは家族との時間を大切したいという理由で交板しており、ノア・ワイリー以外のすべてのシーズン1での主要メンバーがシーズン8までにドラマを離脱した。ノア・ワイリーも家族との時間を大切にしたいとシーズン11に交板した。その後ゲストとして4回ほど出演している。シーズンにより出演しているローライネスは2007年1月11日の エピソード、シーズン13第13話をもって降板したが、降板はサプライズにしておきたかったとの意向で、直前までアナウンスされなかった。その後も引き続き演出等で ER には関わっている。また、シェリー・ストリングフィールドなどのように途中のシーズンで戻ってくるメンバーもいる。だが、そのストリングフィールドもシーズン12で降板した。最終シーズン15では、 過去の出演者の回想やその後を描くエピソードとして、ジョージ・クルーニーらこれまで降板した出演者が集結し、シーズン1では、クエンティン・タランティーノが1本だけ演出をしており、この際に、小2回、ダグラス・ロス役のジョージ・クルーニーを見出し、後に彼は、タランティーノが制作、脚本を担当し、親友のロバート・ロドリゲスが監督した、フロモダス・スクティルドーンに主演として出演する。 このことがきっかけで、ジョージ・クルーニーは映画スターとして認識されるようになる。ちなみに、クエンティン・タランティーノが演出するきっかけとなったのは、ER の1話をビデオに録画し忘れて、テレビ局に1話分を監督してくれたらそのビデオを上げてもいいと言われたからとのことである。その他、ユアン・マクレガーなどのスターが、ゲスト出演したり、演出家だったミミレダーが、クルーニー主演の映画、 ピースメーカーで映画監督デビューを果たしていたり、同じ制作会社が作ったドラマサードウォッチの出演者、お互いに舞台となる場所が違うので、ER 側のスーザン・ルイスがサードウォッチの舞台の場所に行くという設定との共演、持った。初期シーズンの90年代後半には、アメリカの木曜のプライムタイムにおいて、ほぼ毎週視聴率トップを独占し、 NBC の黄金時代を築く一角となり、日本にもこの人気が上陸。NHK が深夜放送で高視聴率をマークしたり、各テレビ局でも海外の医療ドラマを放送したり、救命病棟24時のように ER に触発されて制作されたドラマが多くなった。だが、初期の主演俳優を失い、ノア・ワイリーが抜けた後のシーズン12以降は視聴率が大きく低下。 2009年のシーズン15で終了となった。なお、2009年4月2日の最終話では、視聴者数が1620万人となり、最終話の視聴者数としては最高潮を迎えることになり、ジェシカ・おばさんの事件簿以来となった。米国では、初回シーズン放映時に、ER は各エピソードで1900万人の視聴者を獲得し、 その年で2番目に視聴された番組となった。1位は、隣のサインフェルド。次のシーズンに、3では、北米で、最も視聴された番組となった。5年ものの間、ER は、隣のサインフェルドと視聴率トップ争いを繰り広げて、いたが、1998年に、隣のサインフェルドは終了し、ER は再びトップを取得した。最終シーズン15においては、 一億六千四百万人の視聴者を獲得している。最も高視聴率であったエピソードは、シーズンに第七話の地獄からの救出、ヘルハイウォーターの45%であり、四千八百万人が視聴していた。これは1985年のドラマ、ダラスの46%に次ぐ値である。日本での放送は NHK が最も進んでおり、BS2 で 全15シーズンが放送完了。武士でもシーズン12まで放送。初期のシーズンはフィルムから HD リマスターが行われ、スタンダードサイズの放送に比べより多くのものが映っていることがわかる。総合テレビでもシーズン13まで放送された。CS でも過去のシーズンが再放送されている。日本語版の演出力や翻訳の質。 キャスティングの点で NHK で放映されている、海外ドラマの中でもトップレベルが維持されているとされる。レギュラー陣はもちろん、ゲスト声優も実力者が揃い、本国の生放送、シーズン4第1話に合わせた吹き替えの1話、ノンストップ収録も放送用のほか、ビデオ用の東海岸バージョン、西海岸バージョンと3回も実現させている。NHK 放映時の次回予告は日本。 5番オリジナル。ほとんどの場合番組冒頭で、それまでのあらすじを振り返る箇所の転用であり、予告にもかかわらず2カ国語放送の副音声への切り替えにより、主要キャストが交代で、プリービアスリーを ER と言っているのがわかる。初期のシーズンでは、吹き替え音声はモノラルのみで、衛星、地上波のデジタル放送移行に伴い吹き替え版もステレオ収録に移行した。 2011年10月からはワウワウプライムで第1シーズンから再放送されている。フル HD 解像度でシーズン14から15を放送したのは同局が日本初。スーパー。ドラマ TV と D ライフが NHK の予告編とオープニング、エンディング映像、日本語版クレジットを流用しているのに対し、ワウワウはこれらを廃止より本国版に近づける配慮が されていい。ER15 年の歴史を、レギュラー出演者が語る、ER 最終シーズン15最終、22、話直前の特別番組、レトロスペクティブイコール、回顧展。役名の後の、内には出演者が、メインキャストとしてクレジットされたシーズンを表記し、それ以外のシーズンは、リカリングで表記。2002年、シーズン6において、 NHK 総合は第13話と第14話、トータルでは126話と127話の放送を中止した。前年に NHKBS2 で当シーズンを放送した際は放送していた。この回は精神分裂症、統合失調症を扱っていた。前週では該当の回の予告編を放送していたにもかかわらず、 放送時に中止及び次回の繰り上げを告げる字幕を入れたのみで中止した。NHK は後に内容が精神障害者への差別を助長、社会復帰への障害となる恐れがあるので NHK の判断で放送を中止したと説明した。放送時間はそれぞれの国、地域の現地時刻、すべてワーナーホームビデオより発売、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。